ちょっといい日にカレーの日レシピ、地中海バジルと海苔塩シーズニング、料理人さんに渡したらすごいのができました。皆さんこんにちは、株式会社ケーススパイス社長こと飯野でございます。前回のボリューム2の動画に引き続き、プロの料理人さんにお家でもできるちょっといい日に晴れの日メニューをリクエストしたら、こんなメニューができましたシリーズのボリューム3、うまみ抜群ほんのり香るケース海苔塩鯛めし。それではいきましょう、レッツスパイスキングダム。スパイス社長のり塩鯛めしできました。はい、そうですね。じゃあ行ってみましょう。うまみ抜群ほんのり香る KIS のり塩鯛めし、せーの実食お願いいたします。ゆうさん、これ崩しちゃう。はい、崩しちゃう。お魚混ぜちゃう。はい、はい、崩しちゃってください。こちらの鯛めしは、鯛を3枚におろしまして、はい、すべて骨ごと一緒に200度のオーブンで一度焼成しまして、焼成後に身の部分を外して骨と釜でスープを引きます。スープでバーッとそれをベースにご飯を炊いていくっていう方法で作ったんですけど、いかがでしょうか。うまいです。いいですか。いや、はい、いやこれ海苔塩シーズニングを炊いちゃったから、はい、もしかしたらあんまり効果なかった。完全に調理してますね。はい、はい、しっかり残ってると思うんで、普通の鯛めしも、うん、カツオ効いてて美味しいと思うんですけど、はいはい、また海苔塩の鯛めしは違うバリエーションということで今回ご提案させていただきました。絶品ですねこれ。はい、はい、これは必ず皆さんお試しください。海苔塩鯛めし。はい、飯野さん、今日ですね、3本晴れの日メニュー企画という形で、はい、海苔塩シーズニングと地中海バジルソルトを使っていただいて3品、はいはい、金目鯛のなめろうとみかんポン酢の海苔塩を入れた、はい、刺身、それから、地中海バジルを使っていただいたアクアパッツァ、タイのアクアパッツァですね。はい。それから、これそれ、はい、はい。海苔塩シーズニングを使っていただいた、この鯛めしという形で、はい、まあ、かなり、晴れの日に2つシーズニング渡して無茶ぶりだったんですけど、ええー、3品とも絶品に美味しかったです。
ありがとうございます。はい、本当にあの物理塩シーズニングの良さがちゃんと引き立つ意味でしたし、はい、あのアクアパッツァもやっぱ最後にこっち地中海バジルをさっと入れることによって、まあ、ちょっと違った雰囲気、そうですね、はいはい、香りと雰囲気になったんで、はい、これはもう喜んでいただけてよかったです。はい、本当に皆さんこれはもうぜひお試しください、はい、ということで、ね、待っておりますけど次回ですね最近そうです次回なんですけどあのアウトドアバーベキューメニュー企画みたいな、はい、アウトドアですね、はい、はい、でこれ別にその5月とかに外でバーベキュー場に行ってやるのもありだし、はい、もしかしたらその頃ちょっとどういう条件になってるか今もわからないから、もしかしたらお家でやって、はい、ベランダで食べるっていうのもありだと思うので、 なるほど、はい、なんかちょっとそういう季節に外出て食べたいなっていうような、はい、持ってって食べたいなっていうよう なんか感じのするもんだったら、はい、まあ、スパイスとかシーズニングも自由に使っていただいて、はい、あの自由にやっていただければなと思いますので、はい、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします、はい、次回ビストロユーアウトドアバーベキュー企画よろしく